で、今回交換するのに用意したのがこの LED バルブです。はい、皆さんこんにちは。車の第一線、カカカシノピーです。今回は今更なんだけども、車の車幅とポジション球、あとスモールランプと呼ばれる電球を今から LED に変えていこうと思います。で、本当にね、今更なんですよ。で、このポジション球を LED に変える作業っていうのは、まあ車を買って本当もう一番最初のスタートラインのもう第一歩目だと僕は思っています。まあ皆さんね、車をカスタムして今いろいろやっていると思うんですが、一番最初何を交換しましたか？多分ね、ポジション球じゃないのかなと僕は思います。で、今はまあそのポジション球が、まあ、純正 LED に変わって、まあ、アッシーって言って、まあ交換できないようになっていたりするんだけども、ポジション球を LED に変えたいっていう人がね、一人でもいるのならば、一応動画としてね、今更なんだけども紹介しておこうかなと思って、まあ今から交換しようと思います。今回交換する車がポジションランプが T10 だったので、これに交換していくと。で、まあ車種によって T10 のものもあれば、こちら BAQS というこの差し込み口が金属の口金になっているタイプ、あんまないんだけども、まあ三菱とかだとこの BAQS を使っている場合があると。で、まあ大半国産輸入車両方合わせても8割9割はこの T10 と呼ばれるこのウェッジ球、これが使われています。で、まあ輸入車でまたちょっと変わった BAXQS ってやつもあって、それは、まあ、このポッチ分かります？これこのポッチが、まあ、対角線上にこう180度のところについてるんですけども、 BAXQS ってやつはこれが150度になってる、ちょっと位置がずれてるんです。そういう車もあったりするので、まあ、注意が必要かなと。で、まあ、大体はもう本当この T10、まあ、分かんない場合はバルブ適合とかで調べれば出てくるので、それ調べて自分の車に合うものを買うと。で、まあ、注意点としては、まあ、前期後期で違かったりする場合もあります。例えば今の車だと純正 LED で、まあ、アッシーって言って、まあ、取り付け交換ができないものになっていることが多いんだけども、86の前期型だとこの T10 のバルブがついていますけど、後期型になると純正 LED で交換ができないと。そういったところもあるので、まあ、型式、あと年式、そういうのもちょっと自分の車なんだろうなと車検証を見て、まあ、調べる、それが重要ですね。まあ、とりあえず今回交換する車はこの T10 なので、これを使ってハロゲン球、僕は暖色の場合ちょっと総称してハロゲン球って言ってるんですけども、厳密に言うと白熱球と。いっか、まあとりあえず交換していきます。はい、そしたら今回交換するのがこちらのムーブになります。で、車幅とスモールランプ、ポジション、これ全てね同じところのことを言っています。なので統一しましょうか。正式には車幅灯なんですけども、今はポジションと呼ばれていることが多いのでポジションで統一します。で、この車のポジションどこにあるか、ちょっと一回つけてみます。ピッとついたかな、つきましたね。ここです。これとこれ、これがポジション。もう少し近くで見てみます。こちらですね、純正っぽい、純正ではないと思うんだけども、白熱球が入っています。これを今からこちらの LED に変えるということになります。まあ、とても簡単なのでパパッとやってきます。で、白熱球の場合は、今光っています。で、これ切るんですけども、熱いのでちょっと置いてから、だからライトをつけてすぐ交換すると火傷しちゃいます。なので少し置いてから交換作業を行ってください。そしたら一回エンジンを切ります。ライトも消します。で、まずボンネットを開けます。じゃじゃじゃーんと開けました。で、これ簡単だね、この位置にあります。こう車種によってね、結構ね狭い車両もあったりするんですよ。これはね比較的簡単です。ポジション球がここなので、この裏を見ます。で、ちょうど裏を見るとここにカプラーがあります。これですね。で、この時にこれはまあやりやすいからまだいいんですが、まあ、ちょっと狭い位置でこの線が
ポジションなのかな、どうなのかなってちょっと一瞬悩んだ場合は、このお尻をちょっと持ってちょっと揺らしてあげます。そうするとこのようにポジション球が揺れるので、あ、これで間違いないなという確認をしてあげると間違いないかもしれないです。で、まあこれで間違いないのでちょっと交換をしていきます。これですね、反時計回りに回します。まあ、だいたい90度まではいかないかな。そうすると爪が外れるのでカチャンと外れたら引っこ抜きます。このようにバルブが顔を出します。したらつけたばっかだと本当に熱いので気をつけてください。冷めていることを確認して、これはもうただ引っこ抜く。で、引っこ抜いたらここに刺すだけ。よいしょ、これで終わり。引っこ抜いて刺すだけで、注意点があります。LED の場合、最近無極性って言って、まあ、プラスマイナス関係ないやつが多いんだけども、まあ、ちょっと前のものだったりするとこの向きが逆になってるだけで点灯しない場合がある。なので一回ここで刺したらすぐに取り付けられる場所だったらいいんだけども、ちょっと取り付けめんどくさいなっていう場所だったら一回ここで点灯確認、ちょっとこの辺にペロッと置いてあげて、もう一回ライトをつけると。ついたかね。ついていません。じゃあ一回切ります。そしたらバルブの不良かこの極性が逆かどっちかなので、抜いて入れ替えたらもう一度ライトをつけます。で、つきましたと。で、これでもう極性間違いないので一回切って戻す、入れてまた次は時計回りに回してあげるとこのように取り付けができます。こんな感じで取り付けが終わりました。で、もう一回点灯確認、つきますね、白くなりました。これで片方終わりです。すごい簡単でしょ。そう、簡単なんですよ。そしたら反対側もやっていきます。もうさっきと同じ手順です。なんかすごい曇ってるね。まあいっか。そしたら行きます。で、これあるあるなんですよ。向かって左側、運転席側はあの右手でね操作できるから結構パカってすぐ外せるんですが、この助手席側になるといきなり力が入んなくなるっていう。これはやりやすいね。はい、外れました。で、引っこ抜く、あとは刺す、で、点灯確認を行う。で、つきました。で、たまにそもそもライトをつけてない人、つけたと思ってつけてなくて、あれバルブこれ光んないじゃんっていう人たまにいるから、そういう場合はまあ反対側のちょっとライトを見て、反対側はついてんのにこっちはついてないっていう場合だと、まあそのバルブ不良か、もしくはその極性ね、これが逆になってるか、そのどっちかだと思うんで、まあ今回は一発でついたのでライトを切って戻していきます。ライトを切る、で、あとは同じように戻す、もう終わりで、ライトをつけて点灯確認を一応行います。で、作業する日っていうのはあんま湿気だったり、まあ、雨が降っていない時にやった方がいいです。一応ね、このカプラーのところをいじるので、この引っこ抜いた時に、まあ、湿気が入ってこのヘッドライト内が曇ってしまうことがあるので、そこはちょっと注意が必要です。とりあえず取り付け終了で、一応両方交換したので見てください。で、ちなみに今交換した LED バルブっていうのは本当もう数百円で売られているめちゃめちゃ安いやつです。もうちょっと高くてもうちょっと光が強いやつもあったりするんだけども、まあそこはまあ自分の好みに合わせて購入すると。で、あとはね、ちょっと光量が強い方がいいなって言って欲張って先っぽが長いやつを選んでしまうと、このレンズに当たって取り付けができないとか、そういうね問題点もあったりするので、まあそこはちょっと、まあ経験ではないけど、まあ自分の車を見て、あ、これぐらい隙間あるな、これだったら入るなみたいな感じで選ぶのが一番いいのかなと思います。今は明るいのでこの LED がこのポツポツ見えるかもしれないんだけども、暗くなるとまあ白い光ポンポンとこう左右つくので、まあだいぶこれだけでイメージは変わると思います。もう本当一番最初のカスタム、入門編の中の入門編なので、何もやったことないっていう方はまあここからスタートしてみるのもありだと思います。
はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はポジションを白熱球から LED に交換してみました。で、まあこういった動画を上げると、いやいやネタ切れですかみたいなコメントが多発したりするんだけども、まあそうではなく、まあこの当たり前だと思ってたことが、まあ他人にとって当たり前かって言ったらそうではなくて、まあ逆も言えるんだけども、まあ他の人が当たり前だと思ってること、僕が知らなかったりできなかったりすることもたくさんあります。で、このポジション球の交換できる人も山ほどいるとは思うんだけども、中にはね、やり方がわからない人、まあ何を買っていいかわからない人っていうのはいると思うので、一応動画として上げさせていただきました。なので、まあ今から車を買って中古車をいじっていきたいな、けど何もわかんないっていう方は、このカスタムのね第一歩としてこのポジション球の交換をしてみてはいかがでしょうか。別に交換してもね、交換しなくてもいいんですよ。けど、まあ交換することで見た目が変わると、ポジションを変えたからって、まあ、若干明るくなったりはするんだけども、あと、まあ消費電力の話をすればまたねちょっとややこしくはなるんだけど、交換しなくてもいい場所なので、まあ、交換しなくてもいいし、ちょっと自分でやってみたいなっていう方はチャレンジしてみてください。はい、とりあえずこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。